熱っ、熱っな、マジで。まだかな、まだですかね、おまわりさん。おまわりさんまだっすかね。なんで俺怒られなきゃいけねえの。わけわかんねえんだけど。かえー、マジで。蚊に刺されすぎ。やばい。一筋島かだ。かゆすぎる。待ちー。めちゃくちゃかゆい。足半端ねえ。おっせなあ。おっせえなぁ。警察来んのおっせえなぁ。
いいか？あのな、何か問題があって、俺が絶対に非がないと自分で考えたらなら、速攻で110番だ。どこでもいい。俺は昨日そこで、葛飾警察署でそれを学んだ。ああ、どこでもいい。あの300バーでも、同じだ。あの時に110番だ。ああ、110番。110番だよ。だからあの時は俺110番すればよかったんだ。そしたらな、警察が来ると。そして、どっちが悪いかっつうのは確定で俺だ。当たり前だ。だから気に入らんことがあったら速攻で110番だ。そしてその時点で逃げようとしたら、拘留。現行犯逮捕。現行犯逮捕は、警察官ではなくてもできます。その場で拘留。つまり相手が逃げようとしたら、手を掴んで、逃げられないようにする。そして叫ぶ。この人犯罪者なんですけど逃げようとしてます。とね、叫びます。これです。そして最近やってる、エスカレーター問題。あれについても一緒です。押してきたりして、俺が振り向きました。例えば、ね、どけよと言って、俺に手を触れてきた時点で、はい。犯罪者です。確定で。はい。俺に触れた瞬間、明らかに故意です。故意に触れた瞬間、はい。犯罪確定です。で、あの時も、俺が、はっつって、後ろ向いて、何ですかと言って、な。で、なんかまた、文句言ってきたら、その場で拘束。110番だ。即。即110番だ。いいか？明らかに故意で両方の手で、ボンと押してきたんだ。あの場合でも、110番。うん。まあ、いわゆるあれだ。暴行罪だな。うん。だって俺何も悪いことしてないですよ。エレベーターの、普通に乗ってただけですからね。あ、エスカレーターね。それだけですよ。だから自分が悪くないと思ったら、もう速攻で、もう警察官呼べやいいんすよ。警察官呼べや。あ、どうも。こちらにですね、はい、野良猫が、はい、俺がこう、野良猫がそこにいて、ちょっといいですか？通報者の方でよろしいですか？あ、そうです。はい。で、野良猫が。野良猫が普通にこう来て、はいはい、で、そこにおじいさんがいたんです。はい。で、俺がここにその野良猫がこう来たから、はい、あーって、こっちに行ったらですね、はい、ここにいたおじさんが、はいはい、こう、俺が来るのを見て、はい、いいから来ないでと、言ってきたわけですよ。はい、俺何もして、悪いことしてないですよ。来ただけですもんね。うん。はい、それなのに、はい、何にも語らずに、はい、もう、来るなと、言ったわけですよ、はい。で、それにちょっと今、最初カチンと来て、はい、で、その後に、あなた何なんですかって言ったら、ここの管理者なんですかってここにいるんですよ。なのに管理者じゃないと言ったんですよ。はい。まあ、ここの管理事務所あんま動いてるの見たことないですから、うん。でですね、はい、さらに、猫に餌をあげている、はい、これ野鳥、まあ、いわゆる、鳥獣保護法違反です。はい。で、さらにこちら。今はないんですが、はい、こちらに、はい、俺が以前1週間前ぐらいに来た時には、はい、こう野鳥の餌の餌場みたいなのがあって、で、こう餌がバーってあったんです。はい、で、それについては、はい、そのおじいさんに言ったら、俺は知らないと言ったんです。あ、でも、これが、まあ、管理人だったとしたらですよ。はい、
あのおじさんはですね、まあ、今ちょっとどこ行ったか分かんないですけど、はい、まあ、この管理人だったとしても、はい、症状保護法違反、まあ、区の方でなんかどういう話になってるのか、ちゃんと設置されたもんだったら、そうなってるか、ね、まあ、鳩に餌あげるのとダメっていうのと同じですよね。はい、当然ダメです、はい。これ以前あったってどれくらい前ですか？1週間前、2週間前ぐらいです。1週間、どんな感じ？なんか本当にそんな、ね、置物みたいな感じですか？いや、刺さってて、地面に刺さってて、で、はい、縦札みたいな感じで、こう、縦札が普通こうなってるじゃないですか。あ、それ横みたいな。で、こう、餌がバーってなったんです。あ、で、それについては知らないと言ってて。はいはい、で、俺がですね、その後に、その人がだから管理人じゃないんですよ。なのにですね、こちら。こちらの動物の、遺体遺棄虐待は、犯罪ですって書いてあります。はい、で、ここを、俺ヤモリって知ってますか？トカゲみたいなやつですよ、ね。それがですね、ここに隠れてたってするんですわ。で、それでこうやってたら、はい、その人が、お前何言ってんだと、言ってきたわけです。はい、これ管理人の所有物です。はい、俺ただこうやって見てただけです。あの人管理人じゃないんですよ。まあ、はい、それなのに、はい、なんで言われなきゃいけないの、さっぱりわからないわけです。刑事物なんかな、剥がそうとしてるように思ってたんじゃないですか。まあ、思ったとしても、あなた管理じゃないです、はい。あの人管理人じゃないんですよ。はい、全く関係ないです。まあ、関係なかったとしても、そういうふうに注意するって方結構いらっしゃいますよ。ああ、そうですか、はい。まあいいや。まあ、とにかく、はい、さっぱりわからないんですよ。少なくとも、ただ単に猫に近づいただけで、はい、もう普通になんか怒りの表情でこうやって、来るな。もう、意味がわかんない。何だこれ何だこれは、猫のあれですかね。水飲み場ですかね。その可能性十分ありますね、これね。まあ、つまりこれが野鳥だった、野良猫だった場合はもう、はい、完全に違法です。はい。うん。で、あの人管理人じゃないと言ったんです。で、今どこ行ったか分からないですけど、60ぐらいの、じいさん。60ぐらいのじいさん。はい。服装どんな感じでした？服装とかなんか短パンとかそういうざっくりしたもんで大丈夫ですよ。多分ポロシャツとかですね、さっきここら辺見てたんですよ。はい。親って。はい。で、その後に聞いたらですね、あなた何なんですかって聞いたんですわ。はい。そしたら、いわゆる、これは野良猫ではないと。言ってですね、なんか、はい、区の、なんか、なんだろうな、保護のなんとかかんとかって言って、それでなんか、あるっつってたんですよ。ただ、見なくとくにそれありますからね、なんかね。でも俺そんなこと知るわけないじゃないですか。あ、で、ただの野良猫だと思って、こうやって可愛いから、そっちバーって行ったんで、はい、こうやって追いかけて、はい、で、なんか、にゃーにゃーとかって言って、はい、ここら辺ですよ。ここら辺にいたらですね、そのおじさんがそこから来て、はい、来んなと。言って、はい、で、さらに、またちょっとこうやって、行ったら、もう、いやもう、何でも来んな、みたいな。うん、もうなんか、もう怒りの表情でこう、はい、もう行けと、はい、いう感じで、こうやってきたんですよ。そのおじさん、ここら辺にいたってことですか？さっきまでここいて、で、なんかトイレ見てて、はい、どこ行ったんですかね。で、猫がね、2匹いるんですわ。ああ、さっきまだ1匹いました、ね、うん、さっきいっぱい行ったんですけど、俺夜に来た時も、はい、黒い猫がいたんですね。なので、多分ね、2匹いるはずなんですわ。はい、で、はい、まあ、保護の、まあ、とかだったとしてもですね。はい、まあ、確かに、後ろにその黒い猫の方がですね、はい、この後ろの耳の裏のあたりに、すげえ怪我があって、はい、で、そこにですね、俺が夜に来た時に、夜にカブトムシ採集に来たんですよ。はい、その時にまあ、いろいろ見てて、はい、で、ここにですね、まあ、さっきの白い猫と、黒い猫、今いなかったんですけど、はい、黒い猫の方で、がいて、多分両方ここら辺にね、怪我があるんですわ。で、あれって、どっかやられたんかな、つって、はい、で、まあこれの、まあそんなの知らないんで、野良猫なんかなと思ったんですけど、まあ、野良だったら特に喧嘩してってのはありますよね。うん。で、だから、まあ野良猫でもですね、確かにかわいそうではあるんですが、これ餌あげると、当然、処罰対象です。まあ寄ってきちゃいますし。うん。まあ、野良猫が増えるっていう、ね、はい、あれもあるんで、はい、まあ、確かに、まあ、かわいそうではあるのがわかるんですが、はい、まあ、野鳥とかに餌ってあげてもダメなのを、はい、と同じように、はい、動物の保護法に関して、はい、はい、ダメです、はい。ということで、はい、今、そのじいさん、あのじいさんじゃないですね。あ、今何やってるの？あのじいさんって言ってるの言わないです。あんま人知らない人だ。おじいさんぐらいの感じで。あ、わけわかんねえんだよな。だいたい、お兄さんだいたいここら辺にいつも、だいたいこの時間帯は、たまにですね。たまに。たまにですね。今日は、
来たのが今、あれだから、18時ぐらいですね。6時頃で。で、来て、よくあそこら辺にイモリが隠れてるんで、はい、あ、ヤモリですね。で、だって昼間は、ヤモリは、隠れるんですわ。はい。で、仕掛けとかに。で、夜行性なんですね。はい。で、夜行性になるとさらに素早いんで、はい、捕獲が非常に困難だと。あ、ヤモリを捕まえたのに、ヤモリを捕まえるんですか？あ、うん、捕まえようとしてたんですよ。ああ、なるほど。ヤモリって今、東京都だと、なんか絶滅危惧種2種類ぐらいの、はい、とか、結構、かなりちょっとレッドリスト入りしてるんですよ。ああ、なんか、でも、結構いるんですよ。ああ。で、今日2匹もいましたけど、はい、いわゆる、裏に、あっちもあったりして、はい、はい、そこを裏でね、捕獲を試みたんですけど、バババーッと逃げちゃって、はい、さっぱりわからなくなっちゃったんですよ。で、まあこっちに来たわけですけど、ちょっと巡回で見てきたんですけど、はい、だから、少なくともこの管理事務所ではないんですよ。まあここ正直稼働してるとこ見たことないんで。あ、そうなんですか。はい、まあ昼間とかあんまここ来ないんですけど、たまに夜4時、あ、夕方4時ぐらいとかにここら辺たまに通りますけど、で、あとバーベキューのこの、ね、申請すればなんか、あ、なんか OK、あそこ、はい、ここが開くらしいんですわ。そうですね、なんか、そこでちょっと聞いたことありますが、まあ、やってることにしてもあんまり見たことがない。あ、俺もね、まあ夜しか来てないですよ、はい、わかんないですね。で、あのじいさんがどっか行ったんだよ。どこ行ったんすかね。だからここにいたんで、はい、絶対管理者だと思ってたんですよ。まあ、ここら辺管理人の方だと思いますよ。で、聞いたら、はい、いや、管理者じゃないと。はい。言って、その、まあ、区から、はい、その保護のなんとかかんとかって言って、まあ、僕知らなかったんで、はい、なんですけど、まあ、少なくともそれ知らなかったとしてもですね、普通の人だったら野良と思います。はい。で、こうやって来るなと。ああ。言ってくるんですよ。まあ、怒りながら、はい、怒った顔で。はい。組んじゃねえと。組んだと。はい。これを2回パーッと、はい。で、1回目そこ言われて、で、その後に、もう一回ちょっと近寄ったら、うん。行け。はい。行ってきたんです。はい。嫌な顔で。あー。よくわかんないです。だから俺何にも悪いことしてないんですわ。まあ、猫いて行ったら組んなって言われたんです。うん。そうなんですよ。だから、俺がちょっと、だからそれで、はい、もしかしたらあなた、野良猫に餌あげてるんじゃないですかと言ったんです。はい。で、まあ、まあ一応餌をあげてる、でしょうね。多分保護してるんですからね。あ、まあそうですね。保護だから、まあ、じゃあ野良猫だったとしたら、もう当然、違法ですと。はい、当然、ね。長寿法ですよね。はい。長寿法法。はい。まあ違法ですわ。はい、鳩に餌あげるのと同じです。はい。うん。野良猫が増える。はい。それによって、糞害とか、はい。ね。様々なの、ゴミ嵐とか、はい。そういったものですよね。はい。まあ、これ当然です。はい。まあ、僕はいろいろ、生物とかも、大好きで、はい、環境とかも大好きで、まあ、ヤモリとか、カブトムシとかもね、去年2匹取れたんですよ、実は。ここでですか？東京にまだいるんですね。いや、カブトムシ。多分ね、はい、おそらく誰か放虫するんですよ。これ、昆虫ってのはもうダメなんですわ。本当。だから、あそこに山虫があるでしょ。あ、はいはい、あそこで売ってるんですわ。あ、で、幼虫とか成虫売ってるんですけど、はい、だからおそらく、まあ、放虫したやつだろうなと思うんですけど。うん、まあ、でも、多分知らないと思うんですけど、はい、カブトムシとかクワガタはですね、はい、日本に、はい、いわゆる沖縄だったら沖縄の、はい、進化を遂げた全く別のクワガタとか、はい、カブトムシとかいるんですよ。いるんですか。だから沖縄のやつを、はい、ヤフオクとかで買えるんです。で買って、はい、東京とかにで放虫したと、はい、買い切れないから放虫したと、はい、あると一番やっちゃいけないことなんです。まあ、生態系崩れるってことですね。そう。いわゆる耕雑が始まっても、もう、めちゃくちゃになるんですわ。はい。うん。で、人がどこ行ったのか。はい。単純にそこになんか、生き物を捕まえに来たってことなんですよね。うん。そうです。なんかそれ撮影してるんですか？一応録音。あ、録音。録画。ええ。してます。あ、問題ないです、問題ないです。ですよね。はい。ちょっとこっち映してるんで。まあ、大丈夫です。ええ。でもちょっと僕は納得いかないんで、はい、で、最近もね、いろいろね、本当に納得いかないでね、はい、昨日もね、バスにね、運転手にね、はい、普通に乗ろうとして行き先尋ねたら、はい、行かねえよっつって、で、はい、逆だよって言われて、で、それが8月22日だって、はい、それでね、いろいろね、そのバス会社2つあるんですけど、亀有駅の、はい、駅前のすぐのバス会社で、はい、どっちもね、クレーム入れたんですけどね、結局ドラレコ公開しないとって言って、
言って、まあ、隠蔽しようとして、で結果として葛飾の亀有の警察署に行って、はい、でまあ、こうこうこういうことだっつって、はい、まあ、言ったんですけど、はい、まあ、結局、はい、まあ、それだけだとその侮辱罪にならないとかって言われたんですね。はい、まあ、中には気性荒いバスの運転手がいますからね。そうなんですよ。だから、はい、まあ、言われたのが、はい、まあ、メールとかで、ちょっと、あの今までその、いわゆるクレームでバーって言っちゃったんですわ。はい、だから、メールとかで、こう、優しく、こう。まあ、本部とかにそういった、そうそうそう、まあ、そういった、まあ、落ち着いた。ただ、結構ちっちゃい会社で、はい、だったりするんですよね。まあ、そういうちっちゃい会社の方が結構効果あるんじゃないですか。あ、実際。まあ、大小はあんま関係ないと思うんですけど。なるほど。まあ、ちゃんとしてれば、その、まあ、クレーム来たら、まあ、こういうクレーム来てるっていう感じで、まあ。そう。でね、何回かね、はい、クレーム、その、2、3回入れたんですけどね。はい、全てドラレカにそういうの載ってないとって言われたんですが、はい、でも確実に俺22日ももう明らかに罵声を2回受けてるんですよ、はい、1回目に乗ったバスで、はい、まず行かねえよ、はい、お客さんそういうことはタッチする前に言ってくれませんかねと言ってきたんですね、はい、で俺知らなくて、はい、その目的地に行くと思ってすぐそのバスが来たから、まあ、ね、そう、そのバスの時刻にちょうど来たから俺バスなんてほぼ乗らねえんですわ、はい、で乗ってるの90、あの高齢者ばっかりで、はい、で、まあ、結局、その、タッチしちゃった後に、一応、尋ねたら、行かねえよと、はい、で、言われた後に、はい、まあ、すぐ降りて、はい、で、2回目に来たバスに、はい、また乗ったらですね、はい、もう罵声で、はい、最初よりも強い罵声で、はい、行かねえよ、お、逆だよ、逆ってさっき言われてたの、その向こう側の反対側のところだったんですね。そう、はい、そうなんですよ。はい、そこがだから気になってて、はい、まあ、それでまあ、はい、今ちょっとその、そこの乗り場が0番乗り場って言っても、そこの2つの会社しかないんです。だからそのどっちにも一応、いわゆる、まあ、警察官から、はい、言われた通り、メールで。あ、まあ、クレームの、まあ、クレームというか、まあ、そういった、意見のメールですね、あ、この人です。ちょっと、他の方もなった方で、ね、待ってきた、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらの方でよろしいですか。この人か。この人です。あ、それ綾瀬警察署の鶴巻と申します。はい、なんか猫に餌とかあげてたんですか。うん、はい、はい、岩田さんっていらっしゃる。岩田さん、どこなんですか。うん、警察署、綾瀬警察署のどこの部署の方ですか。うん、知らない、春にね、はい、今年の4月号、うん、なんかあって、なんか子供がいたずらされたということで、はい、警察が来たんですよ。はい、でその時にたまたま時間帯で私が見てて、はい、いやこの人がね、ポンちゃんがここに終わって、あ、ちょっと息切れてるんで、それ言わないでください。え、言わないでください。何を。そういったことを俺に対する侮辱です。そんなの広めてるだけです。いやいや、ああ、分かりました、うん、それは当然ですよね。はいはい、俺何も悪いことしないんですよ。うん、分かりますよね。あなたここでちょっと待って、じゃあとりあえず一旦落ち着きますよね。はい、そうです。何も悪いことしないんですよ。わかんない。知ってる、大体知ってるっていうの。ああ、覚えてないな。そういうなんか事件というか、はい、追ってきた時に、はいはい、事情を知ってるかということで聞かれて、その時に話して、はい、私はこうこういうことやってるんですよっていう話して、はい、うん、話したことがあるんで、はい、その人に聞いてもらえば分かるかなと思って。岩田さんという方ですね。巡査長か知らんかどうかは分かんないけども、うん、階級差はありました。いえ、分かんない。分かんない。じゃあ多分そういった専務の方ですね。政府来てないとなると、うんうん、で、はい、いずれにしても、はい、野良にむやみに餌をあげてるんじゃなくて、はい、地域猫活動、うん、地域猫活動に関連として、はいはい、ちゃんとその時にも話したんだけども、はい、所定の近
間帯で決まった場所で、はい、食べさせて、はい、容器が終わったら回収して、うん、直置きとかっていう地面にばらまくようなことじゃなくて、サラダとかに、そうそうそう、あれって違いますよね。あれ水です。あれ水、あれはいいんですよ。うん、水です。水は置いときたい、うん、私も一緒にボランティア活動をやってるものなんです。そんで一応全部去勢避妊手術をして、はい、あ、水は OK なんですね、うん、特に夏場はね、水分が、まあ、ノラだったとしてもですか。まあ、ほら中田さん、お水もほらダメって言うならやめましょう。うん、いや、それはね、あのね、野良猫だったらの場合なんですよ、うん、あくまでも僕も分かってるんです。野良猫に餌あげたり水あげたりするのは当然禁止なんです。ハートに餌あげるのも禁止。これは動物保護法、野鳥保護法に違反するんです。だからこれを、これがですね、これが、うん、まあ、トレバーの、まあ、知らないんですけど、まあ、それは分かりました。だから、犬、猫、ね、野良猫、野良猫と、野良犬は、ちょっとだけ離れちゃダメなんです。もうすぐ離れたら対応しますか。とりあえず、地域猫活動っていうのは、区かなんかでやってるんですか。頭は環境省です。あ、環境省。で、はい、東京と、はい、それから各地方自治体、例えばここで言えば足立区が、はい、猫、地域猫活動の進めっていう指針まで出して。地域猫活動っていうのは私何、なんか聞いてはありますよ。まあ、はい、漠然とでね、はい、長いから長い、中身が、はい、まあ、漠然とってあるということで、はい、で、はい、で、そういうふうな活動をしてるんですよ。はい、だから、むやみにやったり、ね、増えないようにということで、はいはい、先ほど言ったように、まあ、強制して、不妊の手術を。はい、費用も出して、はい、でその後は食べ物がないとゴミ漁ったりして、まあ、決められた時間、決められた場所でちゃんと餌をあげて、まあ、きれいにしてる、はい、これいろんなものありますけどね、こういうふうにしてやってますから、はい、そういうあれなんですよ。ちょっと見といて、いいから、そんな大御にしなくていい。で、たまたま今日、はいはい、一匹がここで、食事が終わって、はい、で、休んでるところに、はい、猫ちゃんって、声かけてきたんですよ、はい、この人がね、はい、で、いろんな人がいるんですよ、いじめ中か、なんかいたずらしたりする、うん、だから薬もちょっとあげなきゃいけないんで、まあまあ、行ってください、行ってって。って言った。それで、はい、それで、その後あそこの木のところにポスターが、虐待禁止のポスターが、はいはい、あそこで何かやってるように見えたんで、はい、何やってるんですかって言ったっていうことなんですね、うん、あそこのポスターもね、はい、何回か切られてるんですよ。あ、はい、うん、はい、そういう、そういうことがあったんで、とりあえず今、まあ、餌あげる方と調査の方と今接触中、お話聞いてます。あ、じゃあよろしいですか。はい、まあ今話し合いできた感じです。あれ、なんか地域猫活動っていうのなんか前ありましたよね。ああ、それ実際持ってないわ。で、その最近では、直近ではその岩田さんっていう警察官に、はいはい、私の所在もちゃんと話してます。お名前、なんか住所とか政治家ってことですね。それで、なんだったら、あれ、確認してみてください。はい、まあ、それで後でお名前とかまた聞いても、はい、まあ、聞いてもいいと思うんですけど、はい、畑にとって岩田と岩田さん違うので。じゃあ、了解いたしました。とりあえず、中田さんでしたっけ。で、その、あの方が、はい、鳥のうんぬんっていうのと、はい、お茶混ぜでなってきて、まあ、興奮したような。わかりました、わかりました、わかりました、わかりました。とりあえず、その、まあ、環境省、東京都、足立区、まあ、から、まあ、どんどん降りてって、地域猫活動っていう、まあ、その猫を、まあ、要するに、昔、犬が育ったように、はいはい、今はもう今度猫を、はい、
殺処処分ゼロにしていこうと思って増えないように、はい、手術の手助けとかなとかいうことはやってくださいっていう、やってくださいっていうか、そういう、はい、グループもあるし個人の人もあるし、はい、で例えば足立区で言えば、まあ、保健所が窓口になるんですけれども、はい、その助成してるんですよ。ちなみにその、お姉さんは同じ活動の力って感じですか？うん、まあ、同じ活動っていうんじゃないんですけど、やっぱり猫好きなんで、何匹も保護して、はい、里親さん出したりしてます。あ、なるほど、はい、どんどん捨てられていくし、どんどん殺されていってるんです、毒餌様からね、はい、だから、で、あの、俺のあの言い分言ってもらえますか？その、うん、急にあの、くんじゃねえよと、うん、くんじゃねえよじゃなくて、いや、少なくとも、はい、あの、うん、笑ってなかったです。怒ってます、怒ってました、うん、はい、まあ、で、ただ俺近かっただけです。そういう風に見られる風景だから、あかもしんないけども、え、誰が、まあ、とりあえず、笑ってはいませんでしたよ、はい、俺、猫ちゃんって言ってきただけですよ、うん、近づいただけです。動物は好きなんですね。大好きですよ、ね、うん、わかります。そこら辺はとりあえず、まあ、その、まあ、うん、中田さんはね、ちょっとムキになっちゃうから、あのね、それだったらね、そういうね、あの証明書みたいなのを常に持った方がいいですよ。なんで持ってないんですか、逆に。しましょうよ。猫がかわいそうですよ。あの、猫だけじゃなくて、犬だって俺大好きです。生物が大好きです。ここの森だって、森とか公園だってカブトムシだって取ってる。昆虫だって大好きなんです。待って。で、ここにね、だからね、本当に申し訳ない、はい、ここにですね、私も本当に猫好きなんで、穏便に済ませたいんです、うん、本当に申し訳ない、本当ね、穏便に済ませるっていうかね、この人がだから謝罪、うん、謝罪されたいんですわ。え、何を謝罪、その円楽急に、まあ、うん、その、来ないで、だから俺何にもやってないわけですから、そういったことに、まあ、その、まあ、そうだね、こう蹴飛ばしたりとか ね、いや、それしてたらですよ、わかるんですよ、俺猫ちゃんって言って、うん、笑いながら、こうやって来たら、笑いながらこうやって来たんですよ。え、まあ、そこら辺とか意見、空気感あるかもしれませんけど、私は笑ってない。いや、まあ、あとはまあ少なくとも無表情でした。うん、お互い動物が好きでね、はい、それの行き違いですよね。こっちは守りたい、こっちはちょっとね、だからね、誰がね、ここにね、餌は あの置いたのか、野鳥の、ここに餌があったんですわ、野鳥の餌が、あの鳥の餌を置くようなのがあったらしいです、ね、うん、看板のね、こう立ててあって、こう横にあって、餌がバーってあったんです、ね、鳥のあれはね、うちのマンションなんかもね、すごいですよ、パンくずが、うん、だからね、うん、それすべて、あの、鳩に餌あげちゃいけないっていうのと同じで、うん、はっきり言って、その動物を守って可愛いからつって餌あげて、うん、糞害ね、鳩に餌あげちゃダメなんです、うん、こんなん鳥獣保護法で決まってます。スズメのヒナが落ちたからって、勝手に手で、ね、保護して、はい、それもダメなんです。なんでかって言ったら、手で触った時点で、もはや人間の手の香りがもうつくんです。で、そこに話したとしても、あの、もう親鳥は見捨てます。子猫もそうですよね。子猫も人間が一回触っちゃったらもう親猫迎えに来ないから。でね、あともう一つ、じゃあ成長するまで餌あげて、ね。鳥の話は、うん、まあ今回はあまり今回関係ないので、ただ一旦切りましょう。うん、とりあえずあの、それまあそれお父さんの方で、まあ、うん、そういったのがあったということで、まあ子供の本人のまあそのお互いの認識違いありますけど、まあとりあえずあのこっち来ないでって感じで やったことは本当なんですね。そうっす。実はそこはね、まあびっくりしたというか、あとどういう声の大きさとか、いやいや、その時は何も、あ、2回言いました、あなたは。いやいや、いや2回にこうやってやったの。そうじゃなくて、やらないっちゅうは言ってない。その時は、うん、あなたは別だ、何の、はい、向かってくるような様子も何もなかった、はい、でだから謝罪を要求してるんです。あそこに、あそこのポスター、で、あれは、あのポスターはですね、あなた管理人じゃないんでしょ、うん、なのに、じゃあ管理人のそれ仕事なんです。だから、俺あそこに
イモリがいるかと思ってこうか、こうやって見てたんです。そういったお互いに人種ズレがあったということで、そうなんですよ。それは私は何にもしてないんですわ。だから俺はあなたからの謝罪を要求してるんです。一旦ちょっと順番喋りましょう。あなたからの謝罪を要求してるんですよ。じゃあ、だから警察まで呼んでるんでしょう。それはいい、構わないで。じゃあ、私の勘違いだった。わけわかんねえんだよな、これな。勘違いだ。なんで俺悪いことしてねえの、なんで怒られなきゃいけねえのかって。落ち着いて待って、とりあえず落ち着きましょう。だから、ポスターのところのことは、私の勘違いでした。で、うん、それ以外にと、それ以外は来ないでっていうの、ああ、来ない、だから、来ないでっていうのは、来ないでっていうのは、薬をあげなきゃいけないから。でもそれは、ま、うん、俺知らなかったんですよ、当然。で、それは、それは当然知らないんです、うん。普通から見たら野良猫だと思うんですよ。いたずらするのがちょくちょくいるんですよ。うん、いたとしても。そうなのかな、そうだったらまずいなということで。でも俺は猫ちゃんって言って、うん、ね、こう、そこうやってきただけですよ。やる人間は、うん、初めからそれやるぞって言って、やるらしい。そこらいいじゃないですか。だから、だからそこの点は、お互いの、捉え方が違ってたということでしょう。だから、ポスターのことは、私の会社だよ。ということで。いや、管理会だったから、じゃあ、だから謝罪。申し訳ありませんでしたね。頭下げてください。あ、申し訳ありませんでした。で、じゃあ、あそこの。え、あそこ、え、そこで。最初に1階にそこ、俺が来たときに、うん、まず最初こうやって、来んなと。それは言いまして。で、その後ですよ、うん。その後、で、あそこ見て、で、その後にまたこうやって行ったら、また、来んなと。それはちょっと覚えてない。あ、また来ん、これか。うんうん、この覚えてない。そこのところはね。覚えてないです。したんだとしたら、一回もうちょっと離れましょう。手出してください。したんだとしたら、それも。そうか。